マリオシリーズルイージマンションシリーズルイージマンション2、ルイージマンション2とは2013年3月20日にニンテンドーから発売されたニンテンドー d 3DS 専用ソフト。開発はマリオストライカーズなどを手掛けたネクストレベルゲームズ。本校ではカプコンが開発したアーケードゲーム版であるルイージマンションアーケードについても記述する。 マリオシリーズのキャラクター、ルイージが初めて主役を務めた前作、ルイージマンションの続編であり、前作から実に12年振りのシリーズとなる。今作では、お化けに占拠された複数のステージを舞台に、様々なミッションのクリアを目指す。前作同様、ルイージは、お化けを吸い込む装置、オバキュームを使用するが、 冒険を進めるにつれて新機能が追加されていく。今作ではオンラインへの接続や任天堂 d 3DS 本体を持ち寄ったローカル通信によりマルチプレイを行うモードがある。複数階層構成の建造物、テラータワーを最大4人のプレイヤーとともに冒険し、フロアごとに課せられたミッションをクリアしていく。このモードは ストーリーモードを進めていくことで解禁される。前作の事件からしばらく経過し、親やまあ博士と仲間のお化けたちはお化け国で仲良く平和に暮らしていた。しかしある日の夜、突然、絵画に封印したはずのキングテレサによって夜空に輝く不思議な魔力を持ったダークムーンが粉砕され、仲間のお化けたちは正気を失い凶暴化してしまう。 オヤマー博士は、反乱を起こしたお化けの捕獲、粉々に散らばった、ダークムーンのかけらの収集、ダークムーンを粉砕したキングテレサの目的を、突き止めるべく、半ば強引にルイージに、再び任務を託す。ルイージマンションアーケードのタイトルで、カプコンにより開発された。2015年6月18日から、稼働開始。カプコン製のアーケードゲームでは、 初のオールネット対応タイトルでシステム基盤はセガインタラクティブのニュー1.1を使用。公式のジャンル名はオバキュームシューティング。2018年6月18日にネットワークサービスが終了。登場するオバケはルイージマンションにとほぼ同一。プレイヤーは実物大のオバキュームでオバケと戦っていく。 2016年3月17日に実施されたアップデートにより操作方法をノーマル操作とシンプル操作の2種類から選択できるようになった。同年9月16日に実施されたアップデートではライフとストロボムが各一つでお化けが最強モードとなるチャレンジモードが登場。ルイージマンションアーケードに関するカテゴリーありがとうございます。